はい,はい、はいジョブ i g o のジェフキことジェフランスカムタです。本日は最近西側で議論が白熱している現段階でのウクライナ NATO 加盟の是非について話していきたいと思います。ロシアがウクライナを侵攻する前後、北大西洋ジョア機構、通称 NATO の東方拡大がロシアの侵攻を引き起こしたかどうかについて大きな議論が巻き起こっていました。 しかし、ウクライナ戦争が開始してから1年半が経とうとする現在、NATO 加盟国の間では、ウクライナに今すぐに NATO 加盟させるかどうかで対立が生じています。少し前に遡りますが、NATO はもともと ソ連の侵略からヨーロッパの民主主義資本主義諸国を守るために1949年に設立された軍事同盟でした NATO の特徴として集団安全保障という取りり決めがありましたこの取り決めはもし NATO 加盟国が1カ国でも攻撃された場合全加盟国が攻撃を仕掛けた側に反撃を加えるという取り決めのことを集団安全保障は意味していました そして結果的に NATO の実質的なリーダーであるアメリカが提供していた核の傘がこの集団安全保障体制に 信憑性を与え NATO は抑止力としてソ連の侵攻を防ぐ役割を冷戦中果たしてきましたしかしソ連の主眼に置いた軍事同盟だったはずの NATO でしたがソ連崩壊後も存続してきました存続するどころかロシアの脅威長年怯えていた東ヨーロッパやバルト三国なども取り込み NATO は東にソ連の国境に近づいていきましたそれに対して直接的に脅威を覚えてかはたまたロシアにとっての勢力圏が西側に取り込まれることにプライドが 傷ついたことが原因かは専門家の間でも議論が分かりますが NATO という要因が今回のウクライナ戦争の起源を考える上で欠かせない要因となっていることは間違いありませんソ連崩壊後も拡大し続けてきた NATO でしたが ウクライナ加盟については一貫して NATO 加盟国内では消極的な意見が優勢でした。2008年にブカレストで行われた NATO 会合では、ウクライナとジョージアの将来的な NATO 加盟が約束されましたが、ドイツとフランスの反対によって、いつその加盟が実現するかの具体的な時期は定められていませんでした。 今でもウクライナが将来的に NATO に加盟することは NATO 全体の統一見解であります。しかし NATO 加盟国に相互防衛義務があり、現段階でのウクライナの NATO 加盟が NATO をロシアとの戦争に巻き込んでしまうことを懸念し、アメリカとドイツなどは現段階でのウクライナの NATO 加盟には消極的です。 一方でアメリカなどと真っ向から対立しているのが、ポーランド、エストニアなどといったロシアと国境が近い、隣接している NATO 加盟国です。東欧に位置する NATO 加盟国は、ウクライナ侵攻後も、ウクライナが一国でも早く、 NATO に加盟することを主張ししてきました元 NATO 事務総長によるとこのままだとポーランドやバルト三国がウクライナに直接的に派兵する可能性があるとも主張しておりいかに東欧の国々がウクライナ支援を自分ごとのように捉えているかを物語ります。 それもそのはずですポーランドやバルト三国はロシアの脅威を痛いほど理解していますこれまでの歴史でこれらの国々はいくどもロシアに侵略されつい最近まではソ連に衛星国として扱われる冷蔵庫状態にありましたそれゆえロシアの侵攻に直面するウクライナに共感しウクライナの NATO 加盟を含めたあらゆる方法でウクライナの勝利を確実なものにしようと動いています 4月11日にリトアニアの首都で NATO 会合が予定されており、ウクライナ戦争後を見据えたウクライナのための安全保障体制がどうあるべきかについての議論がされることが予測されます。これまで NATO が先延ばしにしてきたウクライナの NATO 加盟についての議論がどのような進展を見せるのか注目したいと思います。ご清聴ありがとうございました。